成田悠介さんって何がすごいの？東大卒イェール大学助教授ぐらいしか分かりません。これね、僕多分ね、成田さん足元をひっくり返される気がしてるんですよね。成田さんが経済的なやつとかで統計出してきたりとかデータ出してきたりとか、あと ZOZO タウンでおすすめされる服とかってどういうものですかっていうのを AI で出して、プログラムとデータっていうのを GitHub かなんかに上げていて、でそれがサイバーエージェントも同じような仕組みを使ってますとかっていう実績はあるんですよ。そこら辺のその実態として金を儲けるために、そこら辺のAI 使ったアルゴリズムっていうのもやってますよっていうのもあって、もともとのそのなんかやりたいこととしては、エビデンスベースとポリティカルメイキングっていう、証拠を基本にしてて政策を決めてった方がいいよねっていう、政治家って割と雰囲気とか気分でものを決めたがるんですけど、そうじゃなくてちゃんと数値とかデータを取って、このデータのもとにこういう判断をした方がいいよねっていう政策を決めるっていうところをちゃんとやろうとしてるっていう人なんで、そこら辺のちゃんとデータ集めたりとかもきちんとやってる人なんですけど、経済学って要はいろんな分野を扱うんですよね。要はその経済って何っていうと、人が物を買うこともそうだし、多くの人がこういう行動するよねっていうこともそうだし、人間の聞かれた時に言う言葉と実態の行動は違うみたいなのがあって、なのでデータって重要だよねっていうところで、感触とか一人の感想とかでなんかデータで物を判断した方がいいよね。で、それも政策に、経済とかビジネスだけじゃなくて、政策に関してもそうだよねっていうことをやってる人なんですけど、成田さんすごいよねって言ってる人とか、成田さん天才って言ってる人って結構多いんですよ。成田さんどんな人ですかっていうと、なんかその東大首席だったとかって過去のことだったり、イェール大学助教授っていう現在の役職こう言ったりしてて、何をしてる人ですかとか、どういう論文書いてる人ですかっていうのまでちゃんと見て話してる人ってほとんどいないんですよ。多分コメントでも見たことある人いると思うんですけど、あの人はノーベル賞を取るかもしれない人だみたいな紹介をする人もいるんですよ。村上春樹さんって毎回ノーベル賞を取るたびに、ノーベル賞を発表されるたびに、村上春樹さんは今回もノーベル賞を取りませんでしたっていうニュースが流れちゃう人なんですよ。別にね、村上春樹さん、ノーベル文学賞を取りたいって言ったこと一度もないんですよ。別にノーベル賞のために書いてますなんて、一言も言ったことないんですよ。でもファンが、あの人はノーベル文学賞を取るべきだみたいなことになって、毎回ノーベル賞発表のために、ノーベル文学賞が今年も取れなかったって言われるんですよ。で、多分、成田さんもそのうち、ノーベル賞を取れない人っていう、勝手なレッテル貼られちゃうんですよ。成田さん自身はきちんと研究をずっとやってるし、面白いデータも出したり、面白い論文を出してるので、成果を上げてるんですけど、ノーベル賞は取れるか取れないかで言うと、そんなことを僕やってないように見えるんですよ。ノーベル賞を取れるほどの革新的な独自なものというよりは、むしろ現実に当てはめられる現実的な成果だったり、プログラムだったり、データだったりで、現実こうだよね、じゃあ現実こうしましょうっていうことをやってる人だと思うので、なので何年かすると、その偉そうなこと言ってるけど、あいつ全然ノーベル賞取れないじゃんっていうバッシング側に回る気がしてるんですよね。ちょっとなんか持ち上げすぎるのはどうなのかなと思うので、すげえ優秀な人なんですけど、わかんないんだったらわかんないけどすごいっていうのやめた方がいいと思うんですよね。言ってること面白いよねとか、MIT とか東大とか行って、イェール大学ですごいよねなるんですけど、これができるぐらいすごいとかっていうのは、なんか周りが持ち上げるのはちょっとその持ち上げ方として間違ってるんじゃないかなと思ってはいます。はい。でもその学業をやってる人が、ノーベル賞を取れないじゃんでバッシングされるのって、それはひどいと思うんですよ。それはノーベル賞なんで取れるようなもんじゃねえし、取りに狙ってるわけでもない人に、なんかそっち側の評価をされるような肩書きをつけちゃうのはいかがなものかなと思うので、なんかもうちょっとその褒め方みんな気遣ったらって思いました。